はい。皆さん、こんにちは。こんばんはー。というわけで、今回なんですけども、6月からですね、ついに政府の物価高対策として、所得税3万円、住民税1万円の合計4万円の定額減税っていうのがあるんですよね。まあ、これがそもそも決まったのが、昨年の11月っていうことやから、裏金問題が発覚するより前なんですよ。その時点からさ、もうすでに物価高やばいってことで臨時国会開いてっていう話をしてたんですけど、ようやくさ、その時に決めた政策っていうのが、 で、こうされるわけなんですが、この4万円の定額減税ですね、なんと1回限りというところで、じゃあ給付金でよくねえかっていう話なんですよね。マイナンバーカードをここまでご了承してるっていうのもあるし、でも減税にこだわるわけ。それはなんでか。まあ増税メガネって言われたことに対して腹立ったから、減税アピールをしたかった。多分それしかないんですよ。 でも減税ってさ、高級的にやっていくもんで、単発のワンショットでやるもんじゃない。それやったら給付金だって同じやん。むしろそっちの方が簡単やんって話。だって定額減税めちゃくちゃややこしいんだからっていうところなんですけど、まあ、今回は6月からってことで、もうあと10日後にはね、この定額減税を早いとかったらスタートするわけですけど、そうですね、なんと、今回の定額減税の額を給与明細に明記せって義務化すると。 じゃあそもそもさ、これ政策としておかしいやんって話なのに、ここへ来ていきなりさ、事務負担増やすって何なんみたいな。しかもその理由が、減税を実感してもらうためっていうね、もうはっきり言って岸田のエゴそのものなんですよ。 でそれについては前回ちょっとお話しさせてもらったんですが、今回もそれがもうやっぱり世論からネットから大炎上してるってことで、こちらの記事、減税アピウーツ材、岸田首相、定額減税4万円、免疫義務付けに寄せられる憤慨事務負担多すぎ、定額減税なのに、ということで、まあこの定額減税っていうのを低い額って書いて定額減税にしてるってことでね、すごいうまいな、みたいな。まあそんなこと思ったりするわけですが、やっぱりこの免疫の義務化なんていうのが、何考えてんねん、こいつってことで、なんでこんな土壇場でいきなり言ってくるの、みたいな。 そもそもさ、今回の定額減税っていうのは、所得税3万、住民税1万みたいな形で、もうほんま、めちゃくちゃややこしいんですよ。まあ、ぶっちゃけ税理士さんとか会計士さんでもようわからんみたいな。そのプロの人たちでもようわからんっていうのに、一般国民の我々がわかるわけがない。っていうのも、これは、いろんなケースがありすぎるかなっていう問題だと思うし、またね、もうざっくりした解説動画出そうと思ってるんですけど、所得税と住民税って言っても、これがそもそもさ、年度が違うわけですよ。所得税は令和6年分、住民税は令和5年分やから、 もうこの時点でさ、人の状況によって全く減税のパターンが違うわけじゃないですか。 しかもこれ対象者数がだいたい5000万人って言われてるんだから、この岸田さんのさ、書かれてるとり減税アピール、実感持ってもらうためだけにとんでもない事務負担を押し付けてる状況なんですけど、じゃあこの批判殺到の義務化に対して岸田さん自身は何て言ってるかっていうのもね、含めて、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。6月から1年間限定の定額減税が始まる。1人当たり所得税3万円、住民税1万円の年間計4万円。 給与所得者は、扶養家族の分も含め、6月以降に支給される給与やボーナスに反映される。 増税メガネと揶揄された岸田文雄首相の面目一新といったところだが、所得税の減税額を給与明細に記載するよう企業に義務付けたことから、X など SNS を中心に大きな反発が広がっている。まあ、というわけで、ここの、ね、中身については前回の動画も、ね、参考にしていただけたらというふうには思います。政府は3月に関連法令を見直しており、6月1日に施行される関係省令改正で義務化される。という感じで、もうびっくりしません ?6 月からやるって言ってるのに、6月のさ、改正で義務化するんですよ。 そもそも政策自体が話にならんのに、なんで義務化すんのみたいな。別に任意でええやろ。で、5月22日、岸田首相は参院予算委員会で給与明細に減税額を明記する意義についてこう説明したと。 減税の金額は所得税については給与やボーナスの明細において明記することを本年3月に定めている住民税については来月の点引額がゼロになるという形で来月の給与明細で確認することができるこれらが支給額に上乗せされることとなるためこの分手取りが増えるという形で来月から国民の皆様が減税の効果を実感できると考えている、まあ、というわけで22日の岸田さんの説明はこれなんですね要はなんでこれ記載するのか国民に減税の効果を実感してもらうため うーんー、じゃあ別に定額減税じゃなくて、そもそも消費税でよくねえかって話じゃないですか。例えば一時的にでも廃止、凍結してしまえば10%オフ。どう考えたって物価が下がったなって実感あるや。だいたい住民税についてはさ、来月の天引額がゼロっていう形でっていうふうに言ってるんですけど、もうこれがさ、余計にこの経理をややこしくしてる一つなんですよね。住民税って6月スタートで1年間払い続けるわけです。で、今年に限っては住民税なぜか6月ゼロなんですよ。なんでかって言ったら、そう決めたからって言ってるんですよね。 でも、例えば、住民税は1万円減税である。で、当然それも去年の所得に応じてっていうことになってるからさ、まあ、そこが冒頭で見た通り、所得と住民税で1年間のズレが発生してるわけですけど、例えば住民税が1万1000円でしたってなったら、1万円減税すればいいねんから、6月は1000円。で、7月から1万1000円。これでいいじゃないですか。その方がわかりやすいですよね。でも、6月はゼロなんですよ。さっきも言ったけど、そう決めたから。だから来年だけ、住民税は十1 1で割るんですけど、 一万円の減税ってなってるから、六月がゼロやったら、要は減税しすぎてるわけ。一万千円の場合はね。じゃあ、その千円を、十一ヶ月で返さなければならないわけよ。だから、六月はゼロやねんけど、七月はなんと、一万千百円とか。そういう風になってくるわけ。じゃあ、六月は減税の効果を確かに実感できるのかもしれんけど、七月にはさ、住民税いつもより多く払ってんねんから、増税感しかなくない。僕はそう思うんですよね。で、しかも今のはあくまで、単身の方の、そういえばの例ですから、世帯を持ってる方。 共働きやけど、その年収の壁っていうところでの不養に入ってる方、年金の方、もういろんなパターンがあるわけ。変な話さ、今年生まれた方、留学される方、留学して帰ってくる方、あとは所得っていうことやから、6月から12月の間に転職される方とかさ。 もういろんなパターンが起こりうるわけですよ。それが全部違うんですよ。想像しただけでゾッとするでしょ。でもこれをさ、あと10日で始まるっていうところに義務化するっていう,うに言うたんですよね。なんでか、減税の効果を実感させるため、黙ってろ、タコマジでって思うでしょ。で、これに対してですね、もう政治家の方からでも、ふざけんなっていう声がたくさん上がってるってことで、 えー、立憲の岡田官庁は記者会見で、記載の明記が企業の大きな負担となることを踏まえ、選挙運動だと言われても仕方ない、あまりにも切相がないと批判。国民民主党玉木さんも、政策アピールのために余計な負担を増やすことは絶対にやめた方がいいと指摘した。いや、というわけで、そうなんですよね。だからこれさ、義務化することによって、別に減税額が増えるとか、そんなことないわけですよ。単純に経理負担が増えただけ、事務負担が増えただけ、何のためにやってるか、政策アピール、岸田のエゴですよ。絶対やめた方がいいでしょ、こんなもん。 で、しかもこれは個人的意見ですけど、プラス腹立つところが、さっき言ったこの岸田さんの住民税ゼロって言っても、たった1ヶ月だけの話ですよ。だから、1ヶ月間すごいよねっていうのを実感してもらうためだけにこれを義務化してるわけです。7月からそんなことないわけですよ。そして、これ、たった1年間でやるだけの話ですからね。減税やったらさ、恒久的にずっとやるってやったらまだしも、たった1回の4万円減税のために経理負担めちゃくちゃ膨大にしました。対象者数は5000万人超えてますってさ、批判が伝んがおかしいでしょ。 で、一、えー、人当たり月三千余りの減税をわざわざ政府が給与明細に明記させることに X では憤慨する声が多く上がってる。減税アピールうっざい押し付けがましい。大した減税額でもねえのにドヤるな無能政治家。事務負担多すぎて切れそう。仕事増やすな。一回限りの定額減税なのに恩着せがましい。増税しても明記義務化続けろよ。 23年10月、岸田首相が物価高対策としてぶち上げた定額減税。しかし、すでに定額減税とね、揶揄されており、まあ、漢字の違いですね。あまりドヤ顔でアピールしすぎると逆効果になりかねないということで、いや、もうさ、これ決まった時点からすでに逆効果ですよ。だって、どう考えたって、消費税を減税するほうがいいんやから。 元々はこの政策なんでやったかって言ったら、税収額がめちゃくちゃ多かった。だから税収増を国民に還元するからこれをやってるわけです。で、岸田さんの言葉通り捉えるならば、税収増還元。今税収で一番多いのは何か。 消費税だ。じゃあ消費税減税するべきでしょ。で、さらに、これ還元って言ってるんですけど、還元ってさ、税金をいっぱい払った人に対して戻す言葉ですよ。じゃあやっぱりその言葉としても、消費税減税するべきでしょ。だって、みんなが消費行動で払ってる税金なのやから、それを還元するべきだし。でも、所得税にしたってなったら、岸田さんの言葉通り受け止めるなら、所得が多い人に対していっぱい税金を戻すべきでしょ。でもさ、2000万円っていうボーダハーラインで所得制限してるわけやんか。 で、それは100歩ずっていいとしても、税金を払ってない人に対しては何してるかって言ったら、7万円の給付金してるんですよ。今回。住民税非課税世帯っていう人たちね。じゃあ、そもそも定額減税は4万円やのに、非課税世帯には7万円ってさ、この金額の差も意味がわからんし、住民税非課税世帯ってことは払ってない世帯でしょ払ってない世帯の方が多くもらってるっていうのも意味がわからんし、この定額減税は何回も言うけども、1年限りなわけですよ。ってなれば、全員に7万円給付でええやんって。最悪4万円でもええわ。 それやったら、こんなさ、事務負担する必要ないんやから。まあという感じで、まあどっから見てもさ、この定額減税ってありえへんなっていう風に僕は個人的に思うんですけど、先ほどのさ、コメントの最後であったように、増税しても明記の義務化続けろよと。減税の時だけなんで義務化やねんって話なんですが、別の記事でこちら、辻元氏減税アピール、素担増はステルス批判ってことで、まあこれ好きな人は大好きな立憲の辻元さんですけど、 この定額減税の明記義務化についてですね、岸田さんに対して先ほど出てきた増税の時も義務化するんかいっていうところに対しても岸田さん話してるってことで、ちょっとこっち見ていきます。定額減税額の給与明細義務化は22日の参院予算委員会でも問題視され、立憲辻本議員が義務化するなら26年度開始予定の子ども子育て支援金の徴収額も明記させるべきだと訴えた。岸田首相は曖昧な答弁に終止。辻本氏は減税はアピール、増税負担増はステールス、隠すということがはっきりしたと切り捨てたと。 まあというわけで、なんやろ、僕辻本さん、そんな好きじゃないけど、言ってることは本当にその通りだなと思いますね。辻本氏はまず、減税額の明記は義務なのかを確認。首相が財務省令で義務的記載事項として定めていると説明すると、 じゃあ、増税の時も義務として書かせるんですかと問いかけたと。先ほどのコメントであり,ありましたよね。するとですね、岸田さんは、増税についても税の明細は明細書に明らかにされると語ったが、医療保険料に上乗せ徴収予定の支援金額も明記を義務付けるのかと問われると、答弁の姿勢は慎重になったと。というわけで、あの、子育て支援金ですよ。首相は医療保険と合わせて徴収する際に明細等が書かれることになると考えると述べる一方、支援金は 法律上、義務的に明記する事項と定められているものではないとも言及。制度導入までに詳細について確定すると、明確な方針は示さなかったともういうわけで、もうこの答弁聞いたら分かるじゃないですか。増税の時は義務として欠かせませんってことですよ。だって法律上そうやって定められてないんだもんってことでしょ。今回の減税明記の義務化っていうのは、財務省令でそうやって書いてるからって説明してる。でも増税の方は、そういう明記の事項は定められてない。じゃあやりませんってことや。これをなんていうか、やっぱり岸田の減税アピール、エゴ、そうとしか言いようがなくない。 で、次の氏は、減税のみをアピールしたい政府の姿勢が明確になったと主張。そもそも総理、減税減税って自民党は裏金で脱税しておいて何を言ってるんだと、国民にそう思われてると自覚した方がいいと力を込めて勝ったと。というわけで、これに関しては、まあ、ほんまに言ってるのはその通りだなって思いますね、僕も。だからほんまに、その選挙対策というか、減税アピール、もうほんまに都合のいいようにだけさ、そうやって義務化していって、岸田さんありがとうって言わせたいって、ただそれだけですよ、これ。ほんまにそうやって言わしたいんやったらさ、 いや、消費税減税でええやんって。それこそ一回限りの定額減税だったら、給付金でええやんって。これ制度決まってからもう8ヶ月ぐらい経つけど、ずーっとみんな思ってるもん。わざわざ減税にせんでええやんって。給付金でええやんって。住民税非課税制は給付金にしてんだろって。で、この定額減税についてはですね、別の記事でこういうのもあって、定額減税まとめ、一人4万円は誰が対象対象外の人は年金受給者はそして効果は物価高の負担減になる岸田総理の肝入り政策税収を還元に疑問の声もと。 というわけで、もうこれ僕が言いたいのは、内容っていうよりもタイトルなんですよ。6月からスタートするんですよ。で、これ5月22日の記事なんですが、この時点で、まだ1人4万円は誰が対象なのか、対象外の人はいるのか、年金受給者は効果はみたいなところが、ややこしくてわからないんですよ。序盤にも言ったけど、税理士さんや会計士さんでも、 全てのパターンを把握してないわけよ、これ。当然、これを決めた岸田さんたちですら分かってないと思うんですよね。どうなるか分からない。よう分からん制度っていうのを、6月からもうスタートする。で、こんな土壇場で、その額を明細に記載するのを義務化せえって言ってるわけよ。他にもこれ、定額減税ついに6月スタート、収入家族構成ごとに手取り額をシミュレーション、ややこしい減税の仕組みも分かりやすく解説ってことで、これも5月20日の記事なんですが、あともう半月もせんうちに、定額減税スタートすんのに、 中入は家族構成で、今回の減税いろいろ変わってくると。ややこしい減税の仕組みを分かりやすく返すって。物価高対策なのに、クソややこしいんですよ。誰も分かってないんですよ。でこの記事5月2日ですよ。で、こういったややこしい仕組みのやつをさ、強制導入したやつもある。それがまさに10月のインボイス制度だったわけ。で、いまだにさ、それどうなってるか分からないとか、無限にあれのパターンっていろいろあるわけ。 で今回確定申告で初めてのさ消費税の納税もあったけど、ややこしすぎていろんなところで問題が出てきてるわけ。もちろんそれの味付けとして裏金問題っていうのもあるからっていうのもあるけどね。でもなんせややこしい仕組みのものをさ、無理から導入してむちゃくちゃになってるっていう状況で、この減税だってややこしい仕組みのままそのままスタートするんですよ。インボイス制度の時に何て言ってたか、周知を徹底します。周知が足りひんからめちゃくちゃなってんのに、定額減税だって周知が足りませんっていう状況でさ、10日前にさ、5000万人分の給与明細の記載を義務化しますってさ、 頭おかしいんちゃうと思うんですけどね。で、さっきもさ、辻元さんの追記もあったけど、じゃあ逆に増税だって義務化するのかって増税は義務化する気配ないでしょで、やっぱりこの辻元さんとこの記事でもあった通り、減税はアピール、増税負担増はステールスと、まあ、そう言えるんじゃないかなと思いますよね。そしてその減税アピールのために、事務負担が膨大になろうが、そんなものは知ったことではないと。 こういった考え方をしてるから余計にアピールうっざっとも言われるし生産性が上がらないだから GDP だって伸びないドイツに抜かれて4位転落インドに抜かれて5位転落一人当たりの生産量は OECD 加盟国下から数えた方が早い確か2番か3番なんですよね38分の35か36ってさ先進国って言えんのそれだから経済を一丁目一番地って言ってるけどその生産性を全く上げさせない謎の事務負担だけを増やしてようこんなこと言えんなっていうふうには思いますはい というわけで今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。